ドリフト天国ビデオボリューム39。置いてありますけど、おかしいんじゃない？誰にこだわってこんなステッカーを販売してるの？社長、こんな感じで。よし。怒りに打ち震えるジャイアント野村。年間300日はタイヤスモークに包まれている伝説の山である。この世のものとは思えないほどの説得を試みることにした。四角い白煙ジャングルに再びゴングが鳴り響く。スプリングチャンピオンカーニバル第2戦派遣番長決定戦、トリキン土屋さんに来ていただきました。ブラシー手塚アメリアだ。上の馬の助噛みつき馬ブラッシー手塚白煙だ。どうだ、心優しきナイスガイ。本職は保育園のバス運転手である。保育園のみんな、兄ちゃん頑張るから見ててね。ヤマ系ドリフター、ラッシャー春山。ん？野村？知らねえな。今は上野さんの時代だ。最高！さすがのエンターテイナー、マグガイアオレンジブラザーズ。わからな、反則。これが本物の煙だ。どうだ、何にも見えねえ。ビジネスドリフターは上野馬之助。遠征用の自家用ジェットで今回も現地入りした。綺麗な白煙だ。これはさすが白煙番長。反乱軍はジャイアント野村がですね、メキシコから連れてきたって言ってましたけどね、そのまずは伝説の男アイアンマンアツシから。全知全能のパワードリフター、アイアンマンアツシ。なんと日産とトヨタのコラボ 1J ですね。出来上がった時には800馬力を超えるはずです。立ち上がってきた。ものすごいとこから煙が出ている。さあこれも煙の量はかなり多い。スモーク発生機、スモッグマントール。あの車で人間発電所ブルーの大二郎。この人本当に走るんですか？なんかもうなんか火ついちゃってるんじゃないのあれ。あら、赤いにそんなものが行かれた走りはチーム天国。そうだ、関西大会行ってみるぞ。来た。お前これ何これ。これでドリフトしろよ。そう、靴下が上だ。ここに入れなきゃ。靴下が上だ。なんで86にホンダプリモなのよ。うんこがついとるですよ。おー、危ねえ。今月の編集長チャレンジ企画はオイルキャッチタンクの取り付け。友達が見る見る増えるオイルキャッチタンクの取り付け。ペットボトルは意外と熱に弱いですよね。金属のこういうキャッチタンクをかっこよく、そのガスを抜かないでいるとエンジンの中がガスでパンパンになってしまいます。そうするといろんなとこの密閉されたシールとかが入りません。しっかり、あ、ちゃんとしてるなこいつって思われるんだよね。もうちゃんとこれいろいろやってあるじゃん。でもちょっとこのせっかくの絶縁カバーがみんなやっといていいことだと思います。ヒューズ小林のドリテン編集部体験入隊。わかりました、はい、じゃあ今からすぐ取材に行きます。はい、失礼します。おいおい、これを緩めるとカメラ危ない。今度は文字や電話番号の間違いをチェック。勝手に食う。